喉が焼けつくようで、水を飲ませてもらえませんか？いいとも。君は大切なモデルだ。大丈夫、痛みすら感じないよ。何？銃がなければお前など。エマソン、諦めろ。僕の邪魔をするんじゃない。デビッド・マドセン。警備員が警察の真似事をするからこうなる。身の程知らずめ。諦めろ。マックス、なんてことだ。怪我はしてないか？動けるか？はい、ありがとうございます。助かった。礼はいい。ここが分かったのもお前のおかげだ。まずはこいつを拘束しないとな。こいつだけは逃がすわけにいかん。刑務所にぶち込んでやる。よくて終身刑だろう。ジェファソン先生、今度はあなたが囚われる番です。クロエ、全部燃やされてる。私の写真まで。そうだ、ウォーレンが撮った写真を使えばいいんだ。ダメ、圏外だ。ジェファソン先生、悪いけどこの車もらいます。まさかこれはスタジオか？フランクは悪人じゃない。でも薬を提供した事実は変わらないよ。ジェファソン、ギャラリーなんか二度と行けないよ。クロエ、必ず助けるから。もう死なせない。こんな工作までして姉さんを。プレスコットのお金でセキュリティをさらに頑丈にしようとしてたんだ。周りが作品を見る目も変わるだろうね。マックス、もっと早く助けてやりたかった。きっと刑務所ではこんな音楽流れないだろうね。銃はもうコリコリ。デイビッドは任務遂行中。次は大丈夫ですか？ああ、だがこの部屋は異常だ。ジェファソンは私を殺すつもりで。ビクトリアはもう。そんな、まさか。しかしこの野郎、怪しいとは思っていたが。私は全然気づかなかった。教師を疑う生徒はいない。ジェファソンは先生なんかじゃない。結局授業も計画の一部だった。俺もてっきりケイトの件で容疑者をネイさんだけに絞ってしまった。それに俺はケイトを傷つけてしまった。あの子は俺と違ってまっすぐないい子だ。本人に直接謝りたい。うん、ケイトきっと喜ぶと思います。
姉さんが危険なのは分かっていた。俺がもっと早く行動していれば。姉さんとジェファソンは親子みたいな関係だったんです。でも姉さんがレイチェルを殺しちゃって、ジェファソンは姉さんに全ての罪を着せようとした。黒幕はすぐ近くにいたのに。俺が気づいたせいいれば、ジェファソンと姉さんの強行を止められたはずだ。姉さんが銃を持ってたって校長先生に伝えたけど、信じてもらえなかった。諦めずにもっと食い下がればよかった。過去を悔やんでいるのはお前だけじゃない。だがまさかお前とクロイだけでここまでやるとは、俺にはできなかった。二人でよく頑張ったな。二人で協力してきたから。俺とは大違いだ。もともと人と協力するのが苦手でな。軍でもそれが問題になった。それはきっと辛いことがたくさんあったから。自分の振る舞いについて言い訳をするつもりはない。ベストを尽くしたつもりだったが、力不足だった。良い父親になろうとも努力した。だがジョイスに捨てられて全てを失った。私のせいで、そのごめんなさい。いや、自宅にカメラを設置した俺のせいだ。ファイルも処分すべきだった。おばさんには私が間違ってたって伝えます。おばさんもちゃんと分かってるはず。また言い訳のように聞こえるかもしれんが、戦場を経験した人間にとってその後の人生は苦しいものだ。誰も理解してくれなかったが、ジョイスだけが俺を救ってくれた。希望をくれたんだ。そして私はあなたに救われた。クロエもきっと喜んでくれるはず。俺はクロエに無事でいてほしいだけだ。それとジョイスにはカウンセリングを受けると約束した。まずはクロエに謝るよ。パパとは呼んでくれなくても、せめてクソ親父はやめてもらえるように。でクロエはどこだ。クロエは、クロエは死んじゃった。まさかそんな、そんなバカな。クロエが死んだ。マックス、本当なのか。勘違いじゃ。昨日の夜、廃品置き場で、私の目の前でジェファソンに殺されたの。昨日の夜、俺がホテルの部屋で自分の愚かさを嘆いている間に。必ず守ると約束したのに。ああ、ジョイス、俺を許してくれ。クロエに伝えたかったこともまだ。くそ。貴様があの子を殺したのか。俺の大切な娘を。待って、ダメ。マックス、すまない。お前には見せたくなかったが。ああ、俺はなんてことを。何もかも無駄だった。クロエ、ジョイス、すまない。俺は何もできなかった。そんなことありません。そんなこと。マックス、外へ出ていなさい。もうこんなところにいちゃいけない。
デイビッド、助けてくれてありがとう。また失ってしまった。待ってて、デイビッド。全てを直してみせるから。死んだなんて信じられない。もしもし、ウォーレン？マックス、やったのか？今どこだ？聞いて、昨日駐車場で写真を撮ったでしょ？あれ、まだ持ってる？持ってるけど、そんなにいい写真じゃないよ。それ、今必要なの。どこにいる？ツーホエルズダイナーで、ジョイスさんと一緒に足止めされてる。こんな嵐、生まれて初めてだよ。すぐ行く。あ？何言ってんの？危ないからそこから動いちゃダメだ。雨も風も全く収まりそうにないし、さすがにちょっとヤバいかもしれないぞ、これ。分かってる。でも私が何とかするから、そこで待ってて。ちょっと。お前たちが自らの罪を試みないから、ついに神がお怒りになったのだ。なのになんで俺がこのラジオ局に閉じ込められなきゃならない。誰か早く助けろ。俺は税金を払ってるんだぞ。一件の新しいメッセージがあります。昨夜午後9時。マックス、俺、ネイさんだ。最後にこれだけは伝えたくて。俺は、レイジェルも、ケイトも、傷つけるつもりはなかった。誰も傷つけたくなかったんだ。俺はみんなに利用されたんだ。許してくれ。俺はジェファソンに追われてる。もうおしまいだよ。